次の細かすぎて伝わらないモノマネの件だけど、いつも通りサブ MC はバナナマンで頼むね。了解です。向こうのマネージャーに連絡してみますね。あー、その日はちょっと厳しいですね。いや、でもずっと続いてる細かすぎてですよ。なんと言ってもタカさんがどうしてもバナナマンにって。設楽にも確認したんですが、やはり厳しいかと。それではバナナマン出演 NG らしいです。はぁ、どういうことだよ。あいつら売れてきたからってもう用済みってか。なめんじゃねえぞ。しまゆうのアトリエ。今日はめちゃくちゃ嬉しいです。憧れの石橋さんとやっと自分のラジオで共演できるなんて。日村くんやめてよ、照れるじゃん。でもバナナマンってもう芸人の中でもトップじゃない？俺結構前々から面白いなって思ってたの。マジっすか？めちゃくちゃ嬉しいです。俺と10年くらい連絡取ってなかった先輩もお前らのこと大好きなんだって言ってたもん。嬉しいですね。タカさんとの思い出って言うと間違いなく時計ですね。ハワイでタカさんに交わされた時の。あの時ね、日村くんは初めてハワイ行ったんだもんね。そうです。休んでたらいきなり部屋にタカさんがやってきて、そのままアラモアナショッピングセンターに連れて行かれて、その時パンツ一丁で外出させてね。あの時は何がなんだかいい思い出ですよ。公私ともに親交が深かったトンネルズとバナナマン、そのきっかけはとある嘘から始まる。そもそもバナナマンの芸能界に入った理由がトンネルズに憧れていたからというものだった。バナナマンの二人はどうしてもトンネルズの番組に出たいと若手時代は多くの番組で語っていた。そのためトンネルズのレギュラー番組でゴルフの企画を行う際に、彼らはゴルフが得意という嘘をついて番組出演をもぎ取ったのだという。その後徐々にトンネルズの番組への出演が増えていって、彼らは親交を深めていく。そして数多く共演する中で石橋はバナナマンをかなり信用していくのであった。さらに皆さんのおかげが最終回となった翌日、石橋はバナナマンにメールで、世代的にも君たちの時代なんだと送っていたというエピソードもある。その関係は石橋が第一線で活躍していたトンネルズの皆さんのおかげでしたが、終わっても続いた。ねえ、今度特番で細かすぎて伝わらないモノマネを復活させるんだけど、バナナマンで出演してくれない？え、俺たちでいいんですか？もちろん、実力的にもお前らしかいないって思ってるんだ。ぜひ出演させてください。でもノリさんや関根さんの代わりが俺たちに務まるか。大丈夫、あいつらの代わりじゃなくてバナナマンはバナナマンとして参加してくれよ。ありがとうございます。皆さんのおかげでしたの名物企画であった細かすぎて伝わらないモノマネ、その人気ぶりから2018年についに特番として番組が始まった。石橋は細かすぎてが1年に1回程度の特番になっていることに不満を持っているようで、1年に3回はやろうと番組内で話すほどに気に入っていた。当初はトンネルズと関根勤、そしてバナナマンが出演していたが、皆さんのおかげでしたの一つの企画を抜き出して別の番組としてやるのはおかしいということで、木梨と関根は参加を辞退してしまう。木梨と関根という超大物の後釜に収まったのがバナナマンである。石橋はそこまでバナナマンの二人を信頼していたのであった。この頃にはバナナマンの二人は石橋軍団の筆頭とまで言われていた。しかし彼らの関係も長くは続かないのであった。ああ、日村久しぶり。タカさんお久しぶりです。急に電話なんて一体どうしたんですか？最近俺 YouTube 始めたんだよ。タカチャンネルって言うんだ。もちろん知ってますよ。めちゃくちゃ面白いんで毎回楽しみにしてます。見てもらえてたんだ。じゃあ話は早いんだけど、俺の生誕祭を YouTube で生配信する予定なんだ。いろんなゲストを呼ぶ予定なんだけど、バナナマンのお前たちにも出演してほしくて連絡したんだよ。今度の生誕祭出てくれないか？タカさんすいません、俺もタカさんの生誕祭にぜひ参加したいんですけど、その日はスケジュールの関係でちょっと。なんだよそれ。この前お前たちのラジオ番組に出てやったろ？まあそうですけど、俺も出たくなくて断ってるんじゃなくて、その日はレギュラー番組の収録が重なってて。本当にすいません、ちょっと今から収録なんで失礼します。ちょっと電話切りやがった。でも即答で断るなんて、あれだけ世話してやったのに。なんだよ。石橋は2020年から YouTube チャンネルのタカチャンネルを開設。同年4月には登録者数100万人を突破した。石橋は2021年にはレギュラー出演していたテレビ番組が全て終わっており、主な活躍の場が YouTube となっていた。
そのためテレビ出演がなくなった代わりに自身のチャンネルを大きくしていきたいと考えていたという。そして2021年の石橋の誕生日には生誕祭として盛大に生配信をしようとしており、出演の白羽の矢が立ったのが親交も深いバナナマンだった。テレビでも引っ張りだこのバナナマンが YouTube に出演してくれればもっと人気チャンネルになれる。そう思った石橋は是が非でもバナナマンに YouTube に出演してほしかったに違いない。石橋とバナナマンの今までの関係を考えれば YouTube への出演など造作もないと思っていたが、予想とは裏腹に出演 NG。 実はバナナマンと石橋の関係は少し前から変わっていたのだ。次の細かすぎての段取り順調？はい、次は年末で2時間の特番で枠確保してます。また特番？もっと回数増やせないの？まあいいや、 MC は俺とバナナマンで決定だとして、ゲストは誰？ああ、タカさん、ちょっと言いづらいんですけど、バナナマン出演 NG でした。はあ、なんで？もう何年も出演してたのに。なんかスケジュール的に合わないとか言われましたけど。またスケジュールかよ。この前 YouTube もそれで出れないって断られたんだよ。バナナマンは細かすぎて伝わらないモノマネに2013年から出演していた。特番でも2020年の第3回までは司会進行を務めていたが、実は2021年から出演をやめてしまったのだ。石橋とも息の合った掛け合いを見せていただけに、なぜ出演しなくなってしまったのか。理由の一つはスケジュールが合わないからだ。バナナマンの2人は合わせて13本ものレギュラーを抱えている。そして驚くべきことに、日本モニターが毎年発表しているテレビ番組出演本数ランキングでは、設楽が2021年、2022年と見事1位になっている。さらに設楽は2012年からフジテレビ系の情報生番組ノンストップで MC も務めており、朝の顔としても活躍している。そんな多忙な2人のスケジュールを抑えるのは大変だろう。あれ、今日の MC はバナナマンさんのお二人ではないんですね。どうしてですかね？やっぱりバナナマンほどの人気芸人ともなれば、彼らがメイン MC として出演する番組と細かすぎてのような特番が裏でかぶってしまうこともあるからな。そうですよね、普通自分たちの番組の方を優先しますよね。そうだな。それに細かすぎては長く続いている番組だから、演者の移り変わりもある。もともと出演していた木梨憲武さん、関根勤さんも降板してますからね。それに今では設楽さんは数々の番組 MC を担当する立場だし、日村さんはピンの仕事も持っていて年収2億円とも言われてるんだぜ。ね、年収2億？すごいですね。知名度やギャラも跳ね上がったバナナマンの2人が、自分がメイン MC にならない特番に出演するかって言われたらどう思う？いくら石橋さんと仲がいいって言っても断るのが自然かもしれないですね。昔とは違って、今ではバナナマンの方がメディアの露出も多いし、タレントとしての人気もバナナマンの方が上だろう。レギュラーゼロ本のタカさんとテレビに引っ張りだこのバナナマンの二人には見えない溝ができてしまったのかもしれないな。人気が逆転した石橋とバナナマン、お互いの反りが合わなくなるのも当然なのかもしれない。そして石橋とバナナマンが不仲と言われるようになった理由は他にもあった。最近石橋貴明さんとバナナマンさんの不仲説が出てますが、それは本当でしょうか？その可能性は高いです。バナナマンの二人は今や世間的にもお笑い界的にも発言力のあるポジションになりました。冠番組を持っていますし、メイン MC を担当することも多いですからね。確かにバナナマンのお二人をテレビで見ない日はないって言えるくらいですもん。でもそれに比べて石橋さんはほとんどテレビで見ることはなくなりましたね。その通り。でもバナナマンのお二人が石橋さんの番組に出るとなると、キャリア的にどうしても石橋さんを容赦する役回りになってしまいます。バナナマンは石橋さんと仲が良かったですし、トンネルズといえばお笑い界でも重鎮ですからね。若手の頃は我慢もできたのでしょうが、今さら引き立て役をさせられるのは思うところがあるのでしょう。そう言われれば抵抗を感じるのも自然なことかもしれません。さらに石橋さんの乱暴な芸風は炎上しやすく、今や時代錯誤。あのおぎやはぎのお二人も石橋さんからはかなり強烈にいじられたりしています。バナナマンほどの芸人も石橋さんと共演すれば確実にいじりの標的になってしまいます。バナナマンが若手のようにいじられるのはちょっと想像しにくいですよね。彼らはそんな石橋さんを次第に避けるようになっていったそうです。そしてそういった噂を耳にした石橋さんが激怒して、二人がそういう態度ならと事実上の共演 NG に。そんな背景があったんですね。公私ともに仲の良かった石橋とバナナマンの二人、
さまざまな番組で共演したり、石橋軍団にバナナマンが所属していたり、そんなところからも仲の良さが伺えた。しかし今では共演 NG なのではと言われるほどの不仲になってしまったという。過去のノリでめちゃくちゃに芸人をいじり、それで笑いを取る石橋。一方バナナマンは数多くのレギュラー番組を持つ人気芸人。いじられて笑いを取るというレベルの芸人ではなくなったバナナマンと石橋の反りが合わなくなるのも当然なのかもしれない。今後この2組を同じ番組で見ることができるのだろうか。